今日の配信はこの衣装にしよう。ハピフリー。今日は私も使っているアプリメイクアバターについて紹介するよ。メイクアバターはスマホで簡単にオリジナルアバターを作れるアプリだよ。髪型、目、肌の色、眉毛などを選択して自分好みのアバターを作っちゃおう。こんなに細かいところも簡単に可愛いアバターを作れちゃうよ。さらには別売りの衣装でチャイナドレスや空港のコンシェルジュなど、これからもいろんな衣装が増えていくよ。アバターを作ったら連携サービスにアップロード。簡単にアップロードできちゃうよ。ザ・シードオンラインにアップすればバーチャルキャストに行けちゃうし、 Vloid ハブにアップすればゲームや配信にも使えるよ。みんなもあなただけのアバターでバーチャル空間に遊びに行こう。メイクアバター好評配信中。具現化。